60歳で政治家を引退しましたが、早いですよね、政治家にしては。そうですね、そうかもしれませんね。で結構70代に入っても元気、元気、なんで政治家はいつもそんなに元気だといつも不思議に思ってるんですけど、まあ、それ60歳一応引退してるんですけど、まあ、なんですか、成功読という畑で仕事をしながら本を読もうという、非常に素敵な言葉だと。ですけど、そこはどこか読みましたけど、はい、前からやりたい、はい、やりたいというような気持ちだと思うんですけど、もっと早くそうしようと思っていたんですね。そうです。知事を辞めた時に、はい、一遍阿蘇の方に畑を買いまして、そこでもう知事を辞めてそこに引っ込もうと思っていたんです。それが53歳の時かな。そうですね、はい、52歳か53歳の時ですね、うん、そしたら行政改革審議会という政府の審議会がありまして、はい、そこに引っ張り出されて、まあ、私は地方のなんかこう旗振り役みたいなことをしてたものですから、それでまあ政府に物を言うのに、私なんかを引っ張り出してそこの、まあ、まとめ役にしたら面白い答申を書くんじゃないかということだったんでしょう。それでそこへ引っ張り出されたんですが、そこで1年間本当に休みもなしのような状態で答申を書きました。そしたらその答申がほとんど保護にされたんですね。それで、頭にきてですね、こんなに苦労して書いてるのに何事だと、でその委員っていうのも稲盛さんとかもみんなもうそうそうたるメンバーがみんな委員でいたわけですから、それで頭にきて、こんなんじゃもうやってられないと。それでそれならもう新党を一人ででも立ち上げるって言って、日本新党を立ち上げちゃったわけです。で一人で記者会見してしまいました。だからもうみんなからそれはこんなに長いこと続いてる、その38年間も続いてる自民党のような巨大な政党を相手にして、それからまたその巨大な官僚機構を相手にして、そんなドン・キホーテみたいなね、バカな真似がするもんじゃないと、それも自殺行為だと言ってみんなから止められたんですけども、もうたった一人で記者会見して、国会議員の仲間もいない、県会議員もいない、誰も仲間はいなかったわけですから、で壮絶会館で一人で記者会見して、もう働きしてしまったわけです。いや、相当頭にきましたよね。頭にきましたね。で結局38年間自民党をひっくり返すだったというか、いや、総理大臣になったなりそうな時期、新党始めますという宣言して総決大会なんですか、はい、で、まあ、まさしく芸術 の場所じゃないですか、総決大会で、お花の世界、あと、まあ、当時は映画監督ですよね、家元は。そうです。ああいう場所で、新党立ち上げますと、みんなに反対されて、自分まさか総理大臣になると思って、そんなことは全然考えてませんでした。やっぱりそうですね、ただその芸術家の人たちが勅使河原さんをはじめとして皆さん非常にサポートしていただく方が多かったので、やれやれと言って、まあ他の人たちはみんなそんなバカなことやめた方がいいと言われたんですが、勅使河原さんなんかけしかける方でしたから、いや、もう政治がバリバリの戦い と勝利と、でそこら辺、しかも時期が時期だしね、90年代の頭でもバブル崩壊後、ソ連がもう数年前に、まあ、亡くなってしまって、ちょうど90年、2年ぐらいからですかね、中国が若干民主的の匂いが始まると思うんですね、多分そのぐらい。ちょうどその頃、日本の、トップに立ちますと。いや、もう想像つかないんですね、こういうと。一般人から見て、その総理大臣ってどういうことだろうと、全く。相当のプレッシャーでしょ。とにかくね、38年ぶりに自民党が野党になったもんですから、しかも国会の状況は今 その安倍さんみたいにその与党が圧倒的に多数を取ってるという状況じゃなくて、ほとんどの委員会は
むしろ野党の方が多いぐらいなんですね、はいはい、委員長を全部野党に取られてる、はい、自民党に取られてるっていう、はい、ですから国会はもう非常にきつかったんです。もういちいちそのなんていうのか全部妨害が非常に多くてですね、例えば首脳会談で、アメリカに行く、どこに行く、中国に行く、なんっていう時でももう普通は10時から5時ぐらいまでしかやらない予算委員会をですね、うん、朝9時から始めるんですね、うん、そして夜もう10時頃までやるんです。それでほとんど休みの日がなかったんですよ。それで、だから夜10時頃に終わって、それからその特別機で、どこかニューヨークに、ワシントンだかどこかに飛んでいくという感じだったんですね。で毎晩毎日毎晩そういう感じでやられるものですから、その APEC の首脳会議に行くといっても準備ができないんですね、はいはい、それで、もう飛行機の中で眠い目をこすりながら準備をしながら行きましたけども、はい、予算委員会なんかでも普通は国会のルールでちゃんと衆議院規則参議院規則というので、前の晩の12時までに何を質問するかを通告しなければいけないという規則があるんです。でもその通告もですね、自民党は全部破りました。そして、質問事項を通告という形だけの通告なんですね。経済について社会保障についてそれしか出てこないんです。だから何を聞くのか、肯定場合について聞くのか、何について聞くのか、もう全くわからないんですね。それでもう延々と夕方5時に終わらないで夜まで引っ張って、そして外国に出かける時間まで遅らせさせてという、そういう意地悪をしてましたので、これは大変でしたね。それは大変そうですね。その中でいつか畑仕事したいし、それはもうずっと初めから終わりまでそう強く思ってました。もう一刻も早くこの世界から抜け出してやることを片付けたら、もうさっさと田舎に引きこもって、本来考えてた成功独の生暮らしに入りたいという思いですね。細川さんがまあその引退した後に峠と出会って、もしかして私もやってみようかと思って、はい、そして辻村さん、はい、四郎さんのところに行きましたよね、はいはい、これはすごいなと思うんですけど、ぜひ辻村さんの工房の話が聞きたいなと思うんですけど。いや、これはまたね、本当に縁とは不思議なものっていうのかね、うん、今現代の作家の中で、うん、私の好みに合うものを作ってる作家は誰だろうと思って、うん、本をパラパラ本屋で立ち読みしながら見たんですね、はい、パッと開けたところに辻村さんがいたわけです、はい、で彼の作品はなかなかいい信楽の作品でした、うん、だからこの人に一つ、その辺 の陶芸教室に行ってもそんなもの上手になるわけありませんから、はい、だから誰かいい先生につかなきゃダメだと思って、はい、私はさっき申し上げたように何でも徹底してやる方ですから、はい、それで辻村さんとにすぐ電話しました、はい、で私湯川 の細川というのなんですけど、どうもその略歴を見るとね、辻村さんのとても弟子なんか取りそうもない、だいぶその野人なんですね、はいはい、それで、弟子にしてくれというとおそらく門前払い食わされるだろうと思って、うん、あなたの作品をね、ぜひその本では見たことあるんだけど直々に拝見したいと言ったら、よかろうと、じゃあ来い、来なさいっていうので、うん、で奈良に行ったら彼が薬師寺まで迎えに来てくれて、それからその彼の山の中の、はい、薬師寺から4、50分かかるんですけど、うん、そこへ行きました、うん、でそのまま居座って、うん、もう押しかけ弟子で、うん、もう彼が何と言おうとも、うん、何も言わないうちにも私は荷物をそこに置いて、それから寝泊まり始まったわけですね。あ、そうですか。そのままそのまま1年半そのまま、はい、あの場所はどういう場所かは最初から知ってました。知りませんでした。はい、ひどいところでね、これが、はい、いや私が行った頃は携帯電話もちろん通じませんでした、はい、トイレも外でした、はい、しかも破れたトイレがもう
木でこう自分で作ったトイレですね、はい、家も自分で作っ奥さんと二人で作った家なんですよ、うんうん、でも隙間だらけでね、もう隙間からコウモリが入ってくるしもう虫はたくさん蚊は入ってくるしね、はい、でおまけにもう私が一番嫌だったのは大きな犬が3匹ぐらいいましてね、うん、それいろりのところで食事みんなでするんですけど、みんなでって息子さんが2人と奥さんとなんですけど、そのいろりのところでいつも食事なんですが、その犬の毛がもうもうもうと舞ってるわけですね、はい、それでもうこの辺も全部真っ白になるぐらい犬の毛がつくわけです、はい、おまけに野良猫が20匹ぐらい出てきて20匹すごいね、本当に野獣の生活です。それがもうその辺走り回るわけですね。まあ大変です、もう犬と猫と、まあ、あるし。それで1年半も、もう我慢できて。我慢。普通は我慢できないと思いますね。とにかくね、なかなかその野生の王国と私は言ってましたけど、食事でもなんでもね、まあ、よく夕方なんかにその、何か餌を取ってこなきゃいかんというんで、その林の中に入ってキノコを取ったりなんかするわけですね、うん、でこんな大きな真っ黄色なキノコですけど、お前これ先に食うてみって言うんですよ。毒キノコかなんか、いかにも毒キノコ。これ元総理大臣に言ってるんですよ。素晴らしいですね。そこからじゃあやっぱり1年半修行して、はい、でもね、他の人の芸術家のところにね、うん、もし行ってましたらね、私みたいなキャリアだったら、はい、下手くそなものをこう作ってもね、ああよく上手にできてますわすよ、ね、と言われてね、はい、お上手を言われて、はい、多分こんなに上手にはならなかったと思いますね。あ、そこが辻村さんのすごいところですよね。そう、彼はね、私より10歳ぐらい下なんですよ、年は。そんなんですね、だけども、言うことは見事ぐらいしかなかったんです。一日中朝6時頃からもうろくろ回すんですから、夕方夜の食事までの7時ぐらいまでの間ずっとろくろ回すんです。それでその間に彼が言うことは見事ぐらいしかないんです。あかんほかせっていうのと、あかんほかせってこんなもんダメだから壊せってことですね、はい、それから、アホなおっさんやなというのとですね、それから何か聞くとね、しつこいおっさんやなというのとですね、その見事ぐらいしかないんです。へー、だからその工房は家から100メートルぐらい離れてるんですが、そこに時々そのいろんなデパートの人やなんかがですね、画廊の人がこう辻村さん訪ねて、はい、来るわけですね。今度いついつ展覧会していただけませんかとか、ね、そうするとあれここにも弟子が来たのかっていう顔して私の方をまあ見て、奥さんのところにまた戻ってですね、うん、奥さんが家の方にいますから、そこに戻って、なんか工房に行ったらなんか新人の新入りのなんか弟子が来とったけど、なんかあの男はなんか前総理大臣しとった男によう似とるなと奥さん黙ってニヤニヤしてたらしいけど、もう泥だらけになってやってましたからね。ちょっと見立て分かんなかったかもしれない。いやー、それすごい話ですね。まあ1年半やってもう来んでええやんと言われた、はい、もう自分はもうこれでいけるかもと思ってたんですか。いや、そうも思いませんでしたけど、まあ一応彼のところは基本的にはろくろを回すことを勉強したんですね、はい、でいろんな焼き物でもそれこそ楽もあれば何もしがらきもあれば金もあればいろんなのがありますから、はい、彼のところでは他の焼き物のことはあんまり教わらないっていうか教わることできない、はい、だから井戸とか粉引きとか、うん、はけ目とか、まあそんなものだけまあ、多少教わりましたけど、まあ、ほとんど中心はろくろを回すことだけど、はい、だから他のところことはまた後で他の人のところをまた少し道場荒らしで回りました。まあ、でもその後はどこも楽ちん楽ちんですね。正面あとはもう本当楽ちんでした。